狼少女と国王氏は、ハッタ・アユコによる日本の漫画作品。別冊マーガレット2011年7月号から2016年6月号まで連載された。単行本6巻と10巻では通常版とドラマ、CD 同梱版の12巻では通常版とオデり、同梱版の2種類が発売された。2014年4月にテレビアニメ化が発表され、 同年10月から12月まで放送された。2016年5月28日、実写版映画を公開された。2015年、第39回講談社漫画賞少,少女部門にノミネートされる。2019年4月時点累計発行部数は550万部を突破している。高校1年の篠原エリカは、友達相手に話を合わせるために、 彼氏との恋愛話を語るが、本当は彼氏どころか恋愛経験そのものがない。友達に怪しまれ始めて嘘も限界になってきた時、街で見かけたイケメンを盗撮して自分の彼氏として写真を見せることでその場をしのごうとする。だが、なんとその彼は同じ学校に通う佐田京也だった。事情を打ち明け彼氏のふりをしてもらうことを承諾してもらったが、京也は 優しげな見た目とは、正反対の腹黒ドエス男子だった。エリカは今日夜から犬扱いを受けるなどのトラブルに見舞われるが、二人は次第に本当の恋人として交流するようになる。声は、テレビアニメの声優、縁は映画版キャスト。2014年10月より12月まで放送された。一部の放送局やインターネットサイトでは、第12話翌週に、 総集編が編成された。BD、DVDCD、狼少女とラジオ児は、2014年10月12日から2015年1月4日まで、超 A&G にて毎週日曜日に配信されていた、ラジオ番組。響きラジオステーションでは10月14日から2015年1月6日まで、毎週火曜日に配信されていた。パーソナリティは、村瀬歩美。 2016年5月28日、山崎賢人と二階堂文の主演で実写映画化された。監督は、広木隆一。東、福岡高等学校、ビーナスブリッジ、南京町、神戸メリケンパークオリエンタルホテル、阪神、淡路大震災記念にと、防災未来センター、神戸市立王子動物園、 元町高架通り商店街、三宮高架商店街、神戸ポートタワー、カフェマズ、深田ソカフェ、JS バーガーズカフェ、リストロントジャイオンコールド、カラオケ館西鉄天神駅前店、新江ノ島水族館、江ノ島中野商店、江島神社、相模女子大学、オリジナルパンケーキハウス原宿店、丸アイボーリング、深川ギャザリアホカイカの出店は、集営社の本内のページ。 書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。